ニュースストピックスです名古屋市の名古屋鉄道は名鉄 M 座を運営する金沢名鉄丸越百貨店と ANA ホリデイ・イン・金沢スカイを経営する金沢スカイホテルの全株式を小売業などを手掛ける茨城県のヒーローに譲渡することを決めたと発表しました。今回はこのの話題にについて経済部の友永記者に聞きます 友永さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますこのニュースを聞いて驚いた方も多いと思いますよそうですね、ええ、私も驚いたその中の一人です、はい、株式の譲渡日は今月末の予定で黄色側の責任者は百貨店とホテルの営業について当面の間継続すると述べていました、はい、譲渡額は公表していません金沢名鉄丸越百貨店と 金沢スカイホテルは名鉄の完全子会社で譲渡に伴って子会社から除外されることになります金沢名鉄丸越百貨店は金沢丸越百貨店に社名を変更し名鉄 M ザは金沢 M ザなど M ザの名称を残す方向で検討しています金沢スカイホテルと ANA ホリデーイン金沢スカイの名称は そのまま引き継がれる見通しですこの株式譲渡の理由は新型コロナの影響があるんでしょうかはい明鉄の広報担当者によると明徹 M 座の売上高は減少傾向にあり近年は最終は火事が続いていたとのことでした金沢スカイホテルも新型コロナの影響で厳しい経営環境にあります、はい、明鉄は両社の事業構造の見直しを進めてきましたが コロナ禍が決定だとなり自社での立て直しは困難と判断したようです譲渡先を探す中で昨年夏に金融機関の仲介を受けてヒーローに譲渡する案が浮上し今年2月双方が譲渡に合意しましたこの譲渡先のヒーローですがどういった会社なんですかはいヒーローは1992年設立で茨城県内を中心にディスカウント店や ホテルの運営を手掛けています資本金は3000万円でホテルの運営や不動産賃貸業の会社を関連会社に持っています経営が移っても新型コロナの影響も依然ありますし先行きはどうなるんでしょうかはい、えー、ホテルと百貨店が入る金沢スカイビルは1973年に完成しており建物の一部が耐震基準を満たしていないことも懸念材料の一つです、はい 友永さんありがとうございましたありがとうございました